どうやらここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気づけろ。お前たち、やはり。16号、本当に16号だ。ひょっとしてお前、昔の記憶があるんじゃないか。やっぱり俺たちのこと覚えてるんだな。それがどうした。どうしたって大事なことじゃないか。お前、俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ。なあ16号。答える必要はない。待ってくれ。俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやめてくれれば。お前たちの意志は関係ない。来ないのならこちらから行くぞ。強敵ばかりで厳しい戦いになりそうですね。今の僕で力になれるのかどうか少し不安になります。心配ねえさ、きっとなんとかなるって。いざとなったら俺たち親子でフュージョンすりゃ勝てんだろ。父さんと僕でフュージョンですか。それすごくいいアイデアですね。オラたちが合体したら名前はゴクンか、それともゴハウかな。盛り上がっているところ悪いな。あれは失敗するとまるで使い物にならない。練習する時間さえない今、慣れないことをするだけ無駄だ。そうなんですか。残念だな。一度のかっこいいポーズやってみたかったんですけど。かっこいい、あのフュージョンのポーズか。ん？かっこいいですよね。そうか。そうだか。この戦いが終わったらオラが教えてやっぞ。本当ですか。ぜひお願いし。あれをかっこいいと言えるとは、やはりこいつら親子だね。何ブツブツ言ってんだ。ほら敵も来たし、さっさとやっつけろぜ。ああそうだな。やあ。Also so eine Fusion aus Son Goku und Son Gohan wäre natürlich auch mal was Interessantes gewesen, aber dazu kommt es jetzt natürlich nicht, weil der gute Piccolo der Spielverderber sein musste, aber er hat natürlich recht. Son Gohan ist nicht auf dem gleichen Level wie Son Goku zu der Zeit. Ja gut, aber Piccolo hat ja gesagt, dann muss es Son Gokus Sohn sein. Und nett sein, ne? Ja, und Piccolo findet die Fusionspose ungefähr so cool, wie Vegeta sie finden würde. Und jetzt haben wir mal den guten C16, oder den ehemals guten C16, könnte man fast sagen. Wobei, wir wissen es ja noch gar nicht, also es ist natürlich noch sehr undurchsichtig, was er überhaupt vorhat. Und wie man schon am Kapitel gesehen hat, C21 taucht auf, da bin ich mal sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Weil, wie wir ja wissen, in der Serie geht es bis C20, was Dr. Gero war. Ja. Und C21 gab es nie. Und C16 ist schon wieder Geschichte. Gut, es ging schnell. Aber man hat viel von Son Gohan auf jeden Fall gesehen jetzt. Ja, ich hab's wieder nicht dran gedacht. Du musst mich da erinnern, am Kämpfen, denke ich. Am Kämpfen, denke ich. Gut, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Omeh, jappa Ora tachi o honki de tausu ki nakatta nda na. Sakki o mattaku kanji nakatta shi, bare bare da zo.悟空の言う通りだ。16号が好きで戦っていたとは思えない。もし
本心では軍に従いたくないなら、俺たちもう一度仲間になれる。すまないが、俺は軍を離れることはできない。奴を放っておいたら、いずれ。奴？ああ。今のレッドリボン軍を指揮している人造人間。21号だ。人造人間21号？俺は21号の指示に従って動いてきた。だが、21号の人格はどんどん凶暴になり、暴走を始めている。俺が軍から離れてしまっては。そうよね、軍から離れたらあいつは二度と目覚めないものね。あなたはさっきの21号だって。こいつが。この人が21号なら、なんでさっき18号をかばってくれたんだ。別にかばってないわ。あの時は戦うことを避けたかっただけ。まだ私の力は十分じゃないのに、あなたたちがセルと結託したら厄介だもの。それよりも16号、あなた随分姑息な真似をしてくれるわね。何のことだ。とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ。そしてこいつらの力を引き出すため適合者をリンクさせた。だとしたら。あら、開き直るの？逆らうことが許されるとでも？私に逆らったらあいつがどうなるか、あなたはよくわかってるでしょ。一応まだかばうつもりはあるのね。でもそれももう無駄よ。あれは。これが奴の真の姿ということか。あいつ人間じゃなかったんか。だから人造人間だって言ってただろ。短くない付き合いだったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰であろう、私を邪魔する奴は許さない。恨むならろくな生活矯正もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことね。16号、逃げろ。こんなもの食らったら。待ってろ、今助けてやる。待って、クリリン、下がってろ。お前の手の上クリリンの力貸してくれ。アメアメパン。やったか。見ていない。死ね。16号、せっかくまた会えたのに。16号のために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。さっきの攻撃の影響ね。
どうした?オラたちを倒すんじゃねえんか?そうしたいのは山々だけど、今はその時じゃないみたいね。待て!なんで16号を破壊したんだ?仲間!私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でも、もういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。ん?待て!逃がさねえぞ。行くぞクリリン。放っておいては損もなくのやつも危険だ。まだ十分力を引き出せてないのにここまでのスピードが出るんだ。でも残念、今あなたを食べるわけにはいかないの。せっかくならもっと力を引き出せるようになってからじゃないとね。しまった。おやすみなさい。いい加減に起きるの。ようやく目覚めたか。お、私のことを知っているのか。ああ、地球人で私のことを知らない奴もそうはいないか。貴様は一体何者だ。七海の人間の精神がなぜ私の中に。詳しい話は後だ。今は奴と戦うことを考えろ。あなたひょっとして孫悟空にリンクしていた。そっか、さっきの衝撃でここまで飛ばされちゃったのね。まあいいわ、あなたがリンクしているなら少しは狩りを楽しめるかしら。Okay. Anscheinend sind wir jetzt Zell. Und du kämpfst jetzt mit Zell. Ja. So wie es aussieht zumindest.Kampf wird gestartet, okay. Direkt gegen C21. Sehr interessant. Level 10 gegen Level 10. Sie hat keine Gegnerfähigkeiten. Das hört sich fast schon zu leicht an, das macht mir gerade wieder Angst. Das stimmt. Ja, aber du kannst Zell spielen. Stimmt. Den hatten wir bis jetzt auch noch nicht, außer halt als Gegner natürlich. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt auf die guten Attacken von Zell. Eine Genki-Dauer wäre nicht schlecht. Stimmt's? Ich bin mal gespannt, dass sie so drauf hat. Wenn sie überhaupt kämpfen. Stehen schon mal. Oh. Und ein Kopf in die Erde ran. Ja. Und stehen. Sehr gut. Sehr gut. Eine normale Würfel oder die Stärke? Das war die normale, okay. Jetzt kommt die Stärke. Sonnen kam ja mehr, oder? Ja. Sieht immer mega geil aus. Ja. Das sieht auch gut ab. Das stimmt. Irgendwie sehr. Bam.
Und du kannst ihn jetzt ja ungefähr 10 Minuten spielen. Das stimmt. Und wir sind ja jetzt auf einmal... Okay, ich fange mal vorne an. Wir haben jetzt nur Sam. Aber jetzt mal gucken, wie es weitergeht.思った通り、あなたがリンクすると強くなる。あなたごと食べちゃった方が美味しそうだけど、それよりもっと美味しそうな孫悟空にリンクし直してもらうべき。ああ、もう迷っちゃう。やむを得ん。一旦引くぞ。ちょっとけど、あの体力の消耗具合、多分そう長くリンクは持たないわね。セール、いくら逃げても無駄よ。あなたのことも美味しく食べてやるんだから。この間とは明らかにパワーが違う。この星のエネルギー源などたかが知れているというのに、まさかあのクローンたち、ただの戦力ではなかったということか。いずれにせよ早く回復を。そうか、いらん心配をかけさせやがって。ボランとか戻ってくるまでおめえ何してたんだ。セルって、あのセルとリンクしてたんか。か、なんでまたそんな奴のところに。こいつのことだ。また意図せずリンクしてしまったのだろう。まあ、うちに戻ってきたんだし、いいんじゃねえか。けどさ、セルが生きてるってことは、敵は21号だけじゃないってことだぜ。いずれにせよ、今は21号を倒すことを最優先に考えるべきだろう。ああ、弱ったな。あいつ、まだパワーが十分じゃねえって言ってたけど、まだ強くなるんか。菓子なんか食ったって腹膨れねえし、力も出ねえだろうにな。やつの食の好みなど知らん。それよりどこまで強くなるかが問題だ。もうここで言い合っていても何も変わらないでしょ。あんたたちお得意の木とかでさっさと21号を探して倒しなさいよ。そうしたいところなんですけど、さっきからキー探ってんだけんどよ、全然見つかんねえんだ。おそらく21号はセルのようにコントロールして木を抑えているのだろう。ま、すぐに見つかんねえもんは仕方ねえよな。まずはオラたちができることをすればいいさ。となるとまずはこっちの戦力を増やした方がいいな。ああ、まだ見つかっていない奴らを探し出すのが一番有効だろう。まったく、こんな時にベジータの奴どこ行っちゃったのよ。もうったく、いつもは偉そうなくせに肝心な時にいないんだから。まあまあ、ブルマさん、そう言わないで、きっとすぐに見つかりますよ。お、そうだ、リンクにも慣れてきたしよ、今ならベジータの木も見つけられっかもしんねえぞ。早速試してみっか。
この木は間違いねえ。ベジータだ。本当？見つかったの？やるじゃない、ソン君。そんじゃ早速ベジータのやつを助けに行くとすっか。So, das heißt, wir machen uns jetzt auf die Suche nach Vegeta, allerdings erst im nächsten Part. Ja, wir hoffen, dass euch Spaß gemacht hat und im nächsten Part werden wir dann schauen und mal gucken, ob wir C21 Einhalt gebieten können. Also bis dahin, macht's gut, ciao! Ciao!